こんにちは、市役所です。まず前半は、共に考え共に作る我が町共同大賞の大賞を受賞された事例の紹介です。スタジオには町づくり共同課の村田さんと蒲生地区町づくり協議会あかね部会の森田初恵さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まずこの我が町共同大賞について教えてください。はい、共に考え共に作る我が町共同大賞は、地域課題の解決を目指して多様な団体や個人が共同して取り組んでいる優良事例を東近江市などが表彰するものです。はい、6月から7月にかけて事例を募集したところ、15件の応募があり、その中から蒲生地区まちづくり協議会の赤い糸プロジェクトボリューム20ガチャコンが対象となりました。はい、その受賞されました森田さん、改めておめでとうございます。ありがとうございます。ではこの事業の紹介をお願いします。はい、蒲生地区まちづくり協議会では、全国的な課題となっている晩婚化、非婚化に対して結婚活動を支援する赤い糸プロジェクトに取り組んでいます。はい、この事業を実施するときには、地域の伝統や文化、人材などの資源を活用しています。そして5周年20回目の記念事業として、会社創立120周年の節目をお迎えになった近江鉄道さんとコラボして、ガチャコンという婚活イベントを企画いたしました。なるほど。最近ではいろんなところで婚活イベントが開催されていますが、今回の近江鉄道とのコラボ事業の取り組み、とっても楽しそうですよね。では具体的にはどんな内容だったんでしょうか。はい、今年の7月の3日に近江鉄道の電車2両をお借りして、桜川駅から高宮駅を往復いたしました。はい、41人の男女が参加され、車内では七夕にちなんで笹に願い事を書いて飾ってもらったり、ゲームをしたりして交流をしてもらいました。はい、夕食には滋賀の駅弁をおせっかいおじさんに売り子さんのいでたちで配ってもらいました。はい、食後にはおせっかいおばさん特製コーヒーや、蒲生の米粉の入ったクッキーも味わっていただきました。はい、そして最後に告白タイムという内容です。もう内容盛りだくさんですね。はい、そしておせっかいおじさんやおせっかいおばさんが本当に大活躍されたんですね。はい、の最後にあったという告白タイムがとても気になるんですが、カップルは成立したんでしょうか。はい、やはり短い時間ではなかなか意思表示というのは難しいようで、はい、まあ、このような出会いの機会に連絡先を交換して、その後メールなどでお互いを理解し合い、出会いを重ねて1年から2年かけて結婚されている方が多いように思います。はい、最近ではお付き合いが始まったとか、入籍した、披露宴をしたなどなど、嬉しい便りが届くようになりまして、おせっかいおじさんおばさんの励みになっています。本当に嬉しい報告ですよね。そうなんです。こういった出会いの場を作っていただけるのは本当にありがたいことですし、そしてスタッフの皆さんが温かく応援してくださっているというのがものすごく伝わってきますよね。さて村田さん、この共同大賞はどんなところが評価されたんでしょうか。はい、行政、近江鉄道などの企業を幅広く巻き込むなど、共同ならではの相互のメリットを生み出していて、活動の広がりや発展を感じるところが評価されました。はい、婚活イベントは多くありますが、地域の伝統文化、事業者と絡めながら企画されている点が高く評価されました。はい、そして豊かな発想と行動力を生かして、さまざまな団体のつなぎ役となられた森田初恵さんには共同コーディネート賞が贈られました。なるほど。森田さんの人と人とを結びつけるその人間力も高く評価されたということなんですね。共同コーディネート賞、こちらの受賞も本当におめでとうございます。ありがとうございます。この我が町共同大賞は来年度も募集されるんでしょうか。はい、共同の取り組みを多くの皆さんに知っていただくために来年度も募集します。はい、まだまだ市内にはいろんな団体や個人が協力して実施されている事業があると思います。また森田さんのようにつなぎ役となって活躍されている方もあると思います。ぜひ来年も多くの事例が
応募されることを期待したいです。はい、この大賞を通して市民の皆さんに共同の取り組みについて知っていただいて、共同の取り組みがさらに広がっていって、地域がさらにさらに盛り上がっていくといいですよね。森田さん、村田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。